はい、皆さん、こんにちは。ダイの脈ボーイ、キングタクです。そうかといえば、やっぱり一番は、鴨水族館、クワゲの遊館、まあ、行きますけどもね、今日年一回だけは、はい。山形県内唯一の水族館、アシカやいろいろ楽しめます。はい。詳しくは YouTube にはどっかにございます。はい。他にも、大山の、行ったことある大山の上池、下池、動植物たちの楽園であります。はい。さらに自然交流館、ホトリアも、おすすめ、どんなプログラムでも楽しめます。はい。波乗り発祥の地といえば、やっぱり湯の浜。はい。湯の浜もいいですね。はい。さらには、善宝寺、神を守る、人面魚が珍百景で由来な場所です。はい。海はやっぱカモとか、あと、ユラ。ユラの釣り堀もおすすめですし、海の駅ユラ三直もございます。さらに、サンゼ、小鳩と、やっぱり根津ヶ関マリンパーク、マリーナ弁天島おすすめ、まさに絶景かなと言っていいでしょうね。はい。続いては鶴岡の花も紹介いたします。富士の花祭りも有名ですが、富士の花、梅、水芭蕉、シャリンパイ、カタクリ、アヤメ、ツツジ、クリンソウ、バラ、アジサイ、ハス、ひまわり、ダリア、これはおすすめの花です。はい。というわけで、今日は鶴岡の他の観光地と、地元の花でした。それじゃあさよなら、バイバイ。